はい、今日は船木祐介プロがやっているスマイルテニスカレッジに潜入取材、してみようと思います。でこの後実際にあのジュニアのレッスンがあるということなので、実際にこうレッスンに入りながら、なんでそのメニューやってるかとか聞いていければいいかなと思います。それでは行ってきます。今実際にレッスンが始まっているんですけれども、まあ、普通の球出しではあるんですけれども、かなりあのしっかりあの踏み込むことを意識したメニューが多くて、おそらく田貫コーチも意識をしているかなというふうに思うんですけれども、子供たちもしっかりやっぱりいいボールを打つ子がすごく多い印象ですね。後でちょっと、どういう意図でやってるかっていうのも少し聞いていきたいと思います。真面目な顔してる。遅くなりましたけど今日はよろしくお願いします。結構レッスンの今始まりの部分なんですけれども、あの結構いろんなレッスンの入り方するコーチいると思うんですけども、まあ、渡辺コーチはほとんど大体球出しスタートというところで、なんかそこの意図とかってありますか？まずは形をしっかり、まあ、うちの場合は結構フットワーク大事にしてたり、まあ、ボールにパワーを出すってことをすごく、まあ、意識をしてるから、まあ、あのそういった面でも最初に力のないボールで、まあ、フットワークだったり、まあ、そのパワーを出すということを意識させてからスタート。ありがとうございます。やっぱそれこそ今こうオープンスタンスを使う選手っていうのも増えてきてるんですけども、やっぱりこうしっかり踏み込ませてるのがやっぱり印象なんですけども、そこはやっぱり意図をして、ね、そうだね。やっぱり意図的にやっぱり踏み込む。もちろんオープンってすごい流行ってて、プロなんかも自分でもやってたけれど、まず基礎的なような動作ができるっていうことを、まあ、一番、まあ、身につけてほしいかな。ありがとうございます。じゃあ引き続きよろしくお願いします。渡辺コーチのレッスンはどうですか？拷問です。やっぱりきついメニューが多いですか？多いです。でもどうですか？強くなる実感はありますか？去年よりはという感じですね。やっぱ子供にも支持されてますね。ありがとうございます。引き続き頑張ってください。はい、じゃあ渡貫コーチの印象を教えてください。はい、どんなコーチですか？インブリジョン1で、なんかほとんどがまんべんなく強いイメージがあります。あります。どうですか？なんかインブリジョン1から
大なイメージ。偉大なイメージ。じゃあ2人ともじゃあ将来は綿貫コーチみたいな選手になりたいと。はい、じゃあ頑張ってください。ありがとうございますかなりこうレッスン内容がこう球出しのメニューがかなり多いと思うんですけれども、その子どもたちがそのラリーを覚える、ラリーでのこう対応力を覚えるタイミングっていうのはこうどのタイミングになりますか？うちの場合はそうだね、まあ中級くらいになってからまず自分のボールの加減ができるようになり始めて、初めてまあラリーっていうのをやらせたり、まあもちろんね、初級の子たちも少し遊び感覚でラリーはさせるんだけど、まあできればイエローボールでしっかりラリーができる状態っていうのがやっぱり中級者、まあ自分のボールがコントロールできる、まあ一番分かりやすい球出しがちゃんとできるかどうかっていうので、まあうちは判断はしてるかな。結構なんかそれこそ今現状自分のクラブにいる子たちが結構ラリーでのその対応力の部分でなんかこうボールとの距離感の取り方とかがいまいちで、なんかラリーのメニューを増やしているんだけども、なんかそこのこうバランスというかっていうのはなんか結構やっぱ難しいというか、こっち側がしっかり判断しなきゃいけない部分かなっていうふうには思うんですよね。うちなんかはまあ球出し多い分細かく足使ってパワーのあるボールが来るようにっていう話はするんだけど、まあちとしてもね、もう少しまあラリーでの対応力っていうのはまあやらせなきゃいけないから、まあ今ねこの上級者クラスなんかはラリーを多くしたりして、まあいかに効率よく足が動かせるかっていうのがまあそしての課題だし、まあどこのスクールさんも課題だと思うけど、まあでもねラリーばっかしてたらね横着を覚える子もいるし、力のないボールとかね、ただ当てるだけになっちゃうっていうケースはありますよね。ただ試合勝てるだけだったらねいいかもしれないけど、じゃあゆくゆくじゃあ本当に高校生とかトップになるときにこういうボールの勢いだったり、フットワークっていうのは大事になるから、僕に先にそれを覚えないと厳しいんじゃないかなとは思う。ありがとうございます。かなりその球出しのメニュー見せてもその意図のあるというか、かなりこう内容のある球出しのメニューが多いので、ここもちょっと参考に、はい、してみたいと思います。ありがとうございます。はい。